令和6年お盆期間関西エリアの渋滞予測について、ネクスコ西日本関西支社渋滞予測士の青木がご説明いたします。はじめにお盆期間全体の傾向になります。8月の10日から12日の3連休を中心に10キロ以上の渋滞が多く発生いたします。渋滞の多い日を避けたご利用をお願いいたします。次に日付ごとの渋滞の傾向を見ていきます。はじめに3連休前の8月9日です。午前中は大阪から広島、名古屋方面に向かう渋滞が多く発生いたします。お昼を過ぎた頃には午前中に発生した渋滞は解消に向かいますが、名神高速下り線大津インターチェンジ付近を先頭に渋滞が発生し、30キロの渋滞となることを予測しております。次に3連休中日の8月11日です。3連休前に比べると各地で渋滞が発生するようになります。大きなところですと、午前中は名神高速上り線大津インターチェンジ付近、新名神高速下り線川西インターチェンジ付近、中国自動車道宝塚東トンネル付近を先頭に15キロの予測がございます。午後ですと名神高速下り線大津インターチェンジ付近を先頭に20キロの予測がございます。最後に3連休後にあたる8月14日です。3連休付近に比べますと渋滞は比較的落ち着いております。しかし3連休が終わり関西に戻ってこられる傾向がございます。15時以降に大阪に戻られる際には渋滞に巻き込まれる可能性がございますので、時間帯に注意をお願いします。渋滞予測の詳細につきましては、地図上で渋滞の位置が一覧でわかる渋滞予測ガイドや、出発時間ごとの所要時間を検索できる機能がございますので、概要欄からネクスコ西日本のホームページや iHiWay のアプリをご確認の上、お盆期間に高速道路をご利用の際にはぜひともご活用ください。以上、ネクスコ西日本からのお知らせでした。